北野美術館は長野県長野市若保面内にある美術館である。1968年開館。運営は公益財団法人北野美術館。北野カルチュラルセンター都学士館長野県最大の建設会社である北野建設を経営する実業家、北野基地等が所有する収蔵美術品を美術館を建設し、広く公開することにより、 地域文化の向上に寄与したいとの趣旨により設立された。日本画、洋画、彫刻、書、工芸等600点余りを所蔵。特に日本画、洋画は日本の近代絵画史上貴重な作品が数多く所蔵されているほか、海外巨匠の彫刻作品収集に力を注いでいる。美術館設計は皇居新宮殿の基本設計を はじめ著名な作品を残した吉村純造。造園設計は、作定家、重森未玲による枯れ山水。開館時の館長は、川北道明。また、長野市中心部にはさらに開放的で実験的なアートスペースとしての美術館を目指して開館された別館である北のカルチュラルセンターがある。など、湯島天満宮品の文社と北の美術館美術館に、 隣接して、湯島天満宮から分霊された湯島天満宮、品の分社がある。北の建設が湯島天満宮に奉納した社殿で、境内には、長野オリンピックの折に、高窓宮殿下、同飛殿下と IOC のサマランチ会長夫妻が、植樹した白梅がある。湯島天満宮のご分霊を祀るのは、当社と白岡八満宮境内神社の2社のみである。 北野美術館文館と学士館の竣工式、滞在型芸術村に、中日新聞、高橋隆介、北野美術館と学士館、落成22日一般公開会館記念に、屏風展、毎日新聞、ありがとうございます。